はい、こんにちは。あの、法華経大講話はゴールド第3回目になります、えー。今回はですね、言葉ってのは何かですね。言葉ってのは何かをっていう,うに考えています。例えばですね、えー、私が青空を鳥が飛んでいる。まあ、青空をですね、青い空を鳥が飛んでいるっていうふうに言ったとすると、まあ、大体普通の人であれば、まあ、青い空ですね。 にまあ、何か鳥がですね、えー、飛んでいるとこういう映像をですねこうですけど考えてみると例えば「空」っていうふうに我々は言っているものってそれは人間が勝手に名付けたものであって、まあ、地球上の上の大気があってそれがですね紫外線とかでこう青く見えるっていうそういうものに勝手に「空」って名前を付けただけで。 別にそれはそういう名前ではもともとないですし、人間が思っているようなものでもありませんよね。はい。ただそれはそれですよね。で、鳥ですね。鳥だって別に人間がそういうふうに名前を付けたわけで、別にそれが、ね、鳥っていうふうに、鳥の方は別に自覚もしてないし、ただそれはそういうものっていうだけで、であと飛ぶっていうのも、 飛んでいるっていうと、こう、空中を浮かんでこう移動しているっていう映像ですね。人間は考えますけど、別にそれは空中を浮かんで移動しているから飛んでるっていう、それもですね、勝手にこう人間が作った概念であって、実はそれは別に、ただ人間が視覚で、まあ見てるっていうのも人間が作った概念ですけど、ただそれは視覚で捉えられる。ならただそういうものっていうだけですね。はい。ですからそれは別に、 空を鳥が飛んでるってらうのは別にそれはそんなはそれはそら何もないってはないし、そういうものでもないそてはないんですよですけど面白いのは人間っていうのは共通なえ意識言葉として空を鳥が飛んでるっていうといわゆる視覚で捉える青い空を学何らかの鳥がまあ空中を移動してるっていう,こう映像を浮かびますよねはい。 これと同じようにですね、法華経の言葉っていうのはですね、何もない真空っていうものに、えー、無限の如来が、空間があって、その一つ一つの空間の過去に如来がいて、でその如来がですね、三次元世界は荒れ果てた世界なんですけども、この存在の仕組みをですね、言葉にして、弟子をとってそれを広めさせていると。はい。で、この弟子たちが、 下脱して宇野虫が生まれる前の真空に戻ってそこから七度生まれ変わってこの如来の教えを学んで最後にこのシステムのすべてを理解して三次元で悟りを経て如来になるとそうするとその如来がですねまた弟子を取って下脱させて自らに消えさせてこのシステムを言葉にして仏教にしてこの仏教を生まれ変わって広めろって言ってえ生まれ変わらせて広めていくとみんな最後に仏になるとそして最後にみんな べてのものが悟りを焼いてしまった状態が宇宙が始まる前の真空なんだよっていうふうに言葉を出してますけどこのすべての言葉自体が実は別に何,何を指してるわけでもなくて何もないっていうものをただそういうふうに言ってるだけなんですよ。もともと本質的に何もないんですけどこの言葉を下脱したあなたが聞くことによってただ 納得するっていう。納得するためだけの言葉なんですよ。対象になっているその先には何もないんですよ。ですから、この何もないっていうものを言葉にすると、この法華経の言葉なんですよ。で、この法華経の言葉を理解することによって、あ、何もなかったんだっていうのを理解するんですよ。もう言葉も最初からないんですよ。言葉で示されるものって何も存在してません。ない。で、あの聖書のヨハネの福の最初に、初めに言葉入りきと。 その言葉がこれで、実は言葉ってのは何もないその状態とともに一緒にあって、実はこの言葉の方が神であったと。この言葉を理解することで何もないものは、自分は何もなかったんだと。いうふうになります、ね、はい。言葉しかなかったということになるんですよ。言葉の対象は何もないんで。はい。で、面白いですが、この言葉を通して自分は何もなかったということを理解して、あ、この言葉すらただの お釈迦様が方と。でその方便の言葉が無限の各世界の如来が説いているのでそれを学ぶことによってあ自分は何もなかったっていう真空があなかったんだということを理解するとす、ね、はいこれ分かりますこれ要するに人間は共通の概念で言葉とか単語をですね一つの対象として捉えてますけど実はその対象になるものは何もないんですよ。 ただですね何もない真空が独り言を言って勝手に納得してああ何もなかったっつって終わってるのが実は宇宙であったと。ところがその言葉がですねあると思ってこの世界そのものがですねみんなあると思っていっぱい人間が生まれてこの世界があって地球があって山があってアメリカがあってインドがあってって勝手に思い込んで対象を 見てててししまっいいるのが脱ない状態で脱すすると何も見てないなんですよでこの言葉だけをですね聞くために生まれてきてあなるほど何もないっていうのはことをこの言葉はさ示してんだなっていうことを理解して自分は何もないってことを理解するとはいあると思ってるのは下脱してない人たちで勝手に共通な幻想を作って映像として見てるっていうだけで下脱するともう何も見なくなるんですよでこの言葉だけを聞くようになるんですよ如来の。 で最終的にこの言葉だけが、えきくために生まれ変わっていくっていう。です。最終的には言葉もないという。はい。こういう感じですね。はい。ですから言葉を通して何もないは自分が何もないをただ理解すると。これが仏の悟りと。あ、自分は何も始まってなかったんだのを理解すると。はい。これだけですね。はい。はい。今日以上です。どうも。